はい、公認会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回はイベント開催についてお話ししたいと思いますけれども、私は静岡市内で交流会、異業種交流会などのパーティー的なものをたくさん開いております。で、そのノウハウについてお話ししようと思うんですが、私がどのように交流会のノウハウを身につけていったかというと、一つです。同窓会ですね。同窓会の幹事を、かなりやりました。中学、小学校、中学校の同窓会とか、高校、大学、あとは前の職場などの同窓会の幹事をかなりやって、そのスキルアップに努めたというのがあります。で、同窓会の幹事をやることが、なぜいいかというと、まず、リストがあるということですね。誰を呼ぶかというリストがもう明確にあると。学生の頃の友達であれば、卒業アルバムなどに連絡先、住所連絡先がありますので、連絡取りやすいですし、仲いい人だと、LINE とか Facebook などの SNS でつながっている方も多いんじゃないかなと思います。そういうリストもありますので、まず誰を呼ぶかというのに、まず迷わないですね。であと、確実に盛り上がります。集まってお酒が入ってしまえば、確実に盛り上がる。もともと仲のいい仲間が集まってますので、確実に盛り上がって失敗することがないということで、同窓会をお勧めします。私も同窓会の幹事を何回かやる中で、そのスキル、イベントを開催してクローズするまでのスキルをかなり目を明かせていただいたので、よかったんじゃないかなと思います。ですので、イベントを仕掛けていきたいというような方は、同窓会の幹事からまずやられることをお勧めいたします。